デスピナは、イルハン朝の第二代君主アバカの皇后の一人。東ローマ皇帝ミカエル八世、パレオロゴスの諸子で、本名は、マリア・パレオロギナと呼ばれることもある。イルハン朝で編纂されたペルシア語資料である、修士において、デスピナ・ハトゥンと呼ばれる人物である。ミカエル八世は、マムルーク朝との対抗上、イルハン朝と同盟を結ぶため、娘を、イルハン朝の初代君主。 フレグに嫁がせようとしていた。この交渉はまとまり、デスピナはフレグの皇后としてイルハンチョウに向かったが、その途上の1265年にフレグは病死してしまう。しかし、フレグの後を継いだアバカが聡明であったことから、そのままアバカの皇后として嫁ぐこととなった。アバカはキリスト教徒でもあったことから、夫婦の仲は良く、彼女は、 モンゴル人からデスピナと呼ばれて尊敬された。終始、アバカハンオサムコーヒー表によれば、アバカがコンギラト部族出身で、自らの新英中軍の司令であったアバタイノヤンの孫娘、ダイハトゥン・ブルガンを目取ったとき、同じコンギラト部族のミルダイ・ハトゥンと共に、ブルガンのおそらくオルドの元に置かれたハトゥンとして、デスピナの名前が挙がっている。ただ、終始のこの部分の説明においては、 彼女はトレビゾンドーの娘と呼ばれている。1282年、アバカが病死すると東ローマ帝国に帰国してコンスタンティノポリスの修道院に入り、モンゴルのマリアと名付けた教会を建設した。ありがとうございます。